青木、ちょっと話がある。これに勝ったらチリちゃんの好きな食べ物教えてくんない？そんな。でもね、覚えてるんだ。レモン、ダイモンジ、なんだっけ。ちょっとレベル上げのために戦いに来る。とりあえず先に青木さんに挨拶しに行こう。青木、レモンを絞るとさっぱりとしてうまいですよ。レモンうまいよな。俺はな、あれの方が好き。なんだっけ、カボスだ。うちカボスさ、いっぱい買っていっぱい絞ってさ、あのうちのご両親がね、ポン酢作ってんだよ。うまいんだよ、うちのポン酢。よう、ガキンチョ。かわいい。おら、アイス屋台の仲間外れ。負けて悔しいからアイス焼け食いしちゃう。取るぞ。あー、焼きおにぎりね。よろしく。ジムテストの挑戦者だな。ヒントを教えてもらおうか。勝つのは俺だ。よし。何、後ろの人の拍手。めっちゃリズム刻んでる。お前祝福されてるぞ、マネミサ。行くぞ。いいな。うるせえな、あの拍手。こっち見る。うん。操りポケモン。催眠術で子供を眠らせ連れ去ってしまう。星明かりがきらめく夜には注意しろ。怖い。あんたの図鑑ずっと怖い。それじゃ任して聞き出すね。怖。そういうやつって大体負けるんだよ。ほら、死んでるよ。おばあちゃんの膝砕けた。階段に囲まれた暗闇。こんな街の中に暗闇なんてあったっけ？近すぎんだろ。ダイモンジ。そっちに僕はいませんけど。それではご注文をお願いします。焼きおにぎり2人前。ダイモンジで。青木さんがレモンが欲しいって言ってた。焼きおにぎり2人前。強火ダイモンジレモン添え。怖っ。愛用焼きおに2。ダイモンレモ添え。これさ、ここで食べてた人たちどこに消えたの？地下世界？青木さん、出番だよ。え、なんでこっち振り返ったの？怖。青木だと思ってる俺のこと。この店は焼きおにぎり以外もうまいです。雑談ばかりしてると上司に怒られますので、勝負を始めましょう。上司って澤高さんのこと？こき使われてるんでしょ。かわいそうに社畜め。俺もそんな人生送るのか。かわいちょ。お世話になります、青木です。何卒よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。かっけ。青木が勝負を仕掛けてきた。おお、かっけ。投げ方かっこいい。頑張れジムちゃん。ステルスローク。あー、そういうことね。そういうことするのね。一回殴ってくれないかしら。殴ってもらいまして、毒菱巻きまして、いけメンヘラ。かわいいでしょ。まあ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 、急所急所いいぞ。うわー、うざい。あー、急所いっぱい当てるじゃん。行こう。で、あいつは毒になるんだ。毒になれ。いいぞ。一回回復しましょう。なんじゃ、たたり目を使えたらラッキーだなとは思ってたんだけど。たたり目を使えたらラッキーだなとは思ってたんだけど。たたり目を使えたら。これで起きたらラッキー。あー、ダメか。もう起きれる？起きろ。あー、やばー。起きるよな。え、長すぎない？なんか傷薬で買っちゃうんだけど。あ、痛い。こいつ、青木さんもポカンってしてるよ。あの人、傷薬しか使ってないですけどね。全然熱くない、このバトル。やっぱ氷タイプだからしょうがないか。あ、死ぬんじゃね？あ、ギリギリ。ギリギリでもそこで耐えられてもな。
起きる？今？遅いよ。え、聞かないの？タイプ相性分かってない。あバイバイ。なかなかやりますね。負けそうですよ。なんかすいません、こんなバトルしてしまって。ほら青木さん、シャキッとしなさいよ。腹ペコのお客が待ってるよ。いいとこ見せてちょうだい。なんかすごい僕が悪役みたいじゃないかよ。わーが緊張。青木さんも学生さんもどっちも頑張れ、絶対も思ってないじゃん僕のことは。とのことです。ちょっとはサービスしますかね。え、絶対俺のことは応援しなかった、確信がある。みんな僕のことなんて見てない、お前のことをずっと見てるんだ。おー、イケオジ。わー、投げ方マジかっこいい。なんだ、毒にしてやろうと思ったのに。痛すぎ、やめて。あー、首折れた。あー、ダメだった。やばい、これはまずい、これはまずいぞ。いや、こういう時の一軍だよな。俺知ってる、一軍はとりあえず何でも対処できる。そう、メロメロでな。ずる。社会人お得意の技出してもよろしいでしょうか。ダメです、やめてください。社会人やだ、自分もそんな大人になってしまうのかと思うとちょっといたたまれない。メロメロ、ラブ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 。でもここで一軍を死なせるわけにはいかないんだ。ロロロロロロ、なんで出せるの。なんかもう今回の試合ずっと傷薬しか使ってない。なんか濃すい、主人公側って感じがする、とても嫌だ。メロメロだ、なんでこいつ全然メロメロ効かない。主人に似たのか、あいつ色仕掛け効かなさそうだもんな。あー、もう傷薬しか使ってねー、やべえ、すっごい濃すい。青木さんは一回も使ってないのに。メロメロだ。え、あいつずっと、え、意味、え、効かない、効かない、ベロベロだ。やったー、やっと技出せなかったね、あんた。あー、遅いよ、弱っ。あー、ものなった、とても濃すい、濃すい、濃すい。もうメロメロとすごい傷薬でしか戦ってねえ。なんか本当にすいませんでした、ちょっとごめんなさいね。ちょっと四天王の時にもうちょっと正々堂々と戦えるように強くなっときますんで勘弁してください、今日のところは。あー、ごめん、なんか心が痛む。いっぱい食わされてないよ全然、私がなんかもう10杯ぐらい食わされた、金も分取っちゃった。あー、やべ、お前何もしない、それも。でかいなお前、ハンマー怖。デカヌちゃん、ハンマーポケモン、知能が高くとても豪快、ハンマーで岩を殴り飛ばして空飛ぶアーマーガーを狙う。うん、なんかよく君たちのファンアート見ます。アーマーガーぶん殴ってるファンアートよく見ます。あれはファンアートと呼べるのかわかんないけど、デカハンマー覚えましょう、覚えましょう。ぶん回す、ラスターガノン、ドレインキス、じゃれつく、ぶん回さない、いいじゃないですか、いいじゃないですか、並々ならぬ強さですね。思わず無表情になりました。逆に無表情じゃなかった時あったの？自分の負けなのでバッジを渡すのですが、あなたはちょっと汚かったのであげませんとか言われないかな。戦ったら腹減りました。よければ一緒にどうですか？ありがとうございます。おごってもらってしまって。めっちゃ食うじゃん。っていうツッコミ待ちだろ、その上って。やめろ。あなたのような元気な子には必要なさそうですが、こちらもどうぞ。ありがとう、から元気。社会人お得意の技ね。もう大学生だけど使えそうだわ。いっつも元気が絡まってる。ここの料理は味があってうまいんです。
食事のお代はいりませんよ。これでも大人ですので。それでは失礼。うーイケメン、なんか本当に申し訳ないな。めっちゃこすくなかった、僕の戦い方。お、誰？おう、ネムちゃん、ヤッホー。あ、B、 よいよ、ちょうど終わったとこ。お疲れ様。すごい、 B、 バッチ4つ目だったんだ。もう半分だ。いいね、すくすくぐんぐん実ってる。怖っ。それじゃあ今すぐ私と勝負しよう。ちょっと回復してからでいい？あれ？と言いたいとこだけど、くー、今の私の手持ちジムリーダー用に調整してるんだよね。あ、俺と一緒だね。そういうことするよね。やっぱりピトは最高の状態で戦いたいし、だから勝負はお預けだよ。なんて間が悪いの。ごめんねピ、また今度しようね。ちょっと今ね、青木にすごいずるい手で勝ってしまったことに心を痛めてるから、俺もちょっと万全じゃない。あー本当にごめん。愉快でしょ僕の彼女、めっちゃ可愛くない？あんなんなんだよ、いつもあんな感じなの。それもさ、みんなにあんな感じなんじゃなくてさ、僕にあんな感じなの。わかる？意味わかる？どう思う？可愛いと思うよね。ねえねえねえ、しつこい。あんなところにいる。気づかれてないでしょ。よし、メタモンかよ、ふざけんじゃねえ。だよな。やっぱもうガンテでもいいから捕まえるべきか。フワライドにこだわるからダメなんだな。真上。これでオスだったらきっぱり諦めようって言ったらオスじゃないんだよね。ワン、ツー、スリー、よし。風船と間違えて不安定を持っていた小さな子供が消えてしまうことがあるという。名前何にしよっかな。ちっちゃい子をさらっていき、自爆する風船。死神だな。まあ死神だ。よろしく死神。おお、死神がいっぱいいる。助けて連れて行かれる。